はい、シロです。今回ですね、また燃料電池で動く飛行機ですね、HY4 の記事の紹介なんですけども、最大19人の乗客を運ぶ近距離タイプを実用化へ持っていくというところなんですね。で、この HY4 の最高速度は時速 200km で、巡航速度は、時速 145km ということで飛行するということですね。だいたい高速道路を走っている車のちょっと速いスピードぐらいですかね。だから、まあそういうところを想像してみると、日本でもどれぐらいの距離をどんぐらいの時間で移動できるのかなというふうに計算できるかもしれません。機体の総重量は最大で 1500kg。ほらね、1.5 トンしかないんですよ。速度や高度によって750から 1500km の距離を飛ぶことができる。これは結構飛ぶことができるんですね。まだ燃料電池ですとか、私はちょっと言及してなかったんですけども、ここの羽のところにですね、太陽光発電ですよね。太陽光パネル、発電パネルをですね、こう張り巡らされれば、もうちょっと距離伸びるんじゃないかなと思いますね。あとは蓄電池の性能をね、上げたりとかですよね。で、ここからまたね、面白いところが入ってくるんですけど、燃料電池を中核にした駆動システムは、水素格納装置の他にリチウムイオン蓄電池を備えているということですね。まだ蓄電池もあると。で、離陸時や上昇時に最大の電力を必要とするため、燃料電池に加えて蓄電池から電力を補給できるシステムだと。ということなんですね。まあ、離陸時はやっぱりパワーがいると。あとは上昇時にもパワーがいるので、蓄電池をプラスしておくというのが大事だということですね。飛行中は燃料電池の内部で水素と酸素を反応させて、電力を作りながらモーターを駆動する。機体から排出するのは水だけで、通常の航空機のように大量の CO2、二酸化炭素を排出することはない。燃料の水素を再生可能エネルギーが作れば CO2 フリーのエコな航空機を実現できる。DLR は2012年に世界初の有人による燃料電池航空機 ANLES-DLR-H2 のフライトに成功して以来、この分野の開発で世界をリードしてきた。通合と、まあ、最初はこんな工事、ね、小さな一人乗りのグライダーのような飛行機だったようですね。これの、ね、動画もありますね。4人乗りの HY4 で、最適なプラットフォームを開発できたことから、今後さらに燃料電池をパワーアップさせて、近距離用の商用機の実用化を目指すという形ですね。HY4 をベースにした燃料電池による電動の航空機では、最大19人の乗客を運べる規模まで拡張できる見通しだ。DLR は電動の航空機の開発に立て、大手メーカーのエアバスやシーメンスとも共同プロジェクトに取り組んでいると。いやー、すごいですよね。燃料電池を搭載したタイプ を含めて、電動の航空機の開発競争ではヨーロッパ勢が先行すると。なるほど。まだ日本はちょっとここら辺はね、弱いのかもしれないですね。だ、航空機の開発っていうのがまだまだ遅れてるって言いますよね。今、三菱の MRJ とか リージョナルジェットとかっていうのがこう出てきてますけれども、プロペラ機に関してはまだちょっとね、川崎重工さんとかもうやってるかもしれないですけどもね、ちょっとまだ難しいのかなというところです。やっぱり機体の設計とかですね、羽の設計っていうのは、今日本の航空機技術でも向こうからやってたりとか、日本の場合もですね、そういう一部分を提供してるっていうのはちょっとやってたりするんですよね。で、これね、ちょっと面白かったのが、私も以前の記事にしてたんですけども、飛行場にですね、大量の太陽光発電を作っているっていうのがあったんですよね。確か九州の飛行場だったと思うんですけども、長崎だったかな、出島みたいな形ですね、海に突き出た、飛行場があるんですね。滑走路が1本しかないので、相当少ないあれですけども、そこに大きな太陽光発電の設備がついてきているということだったんですよね。で、これは何のためにやってるのかなっていうと、やっぱりここだったんでしょうね。再生可能エネルギーから水素を作るということになってくれば、水素をいつでもこう貯めておくこともできますのでね。で、そこから飛行機用の航空燃料を作って、まあ、飛行機用というか、まあ、燃料電池で動くための、燃料ですよね。水素を再生可能エネルギー、いわゆる太陽光から作ってということですよね。で、長崎はですね、風力発電ですとか、あるいは張力発電ですとかね、で温度差発電、
ですね、そういうところ、海洋エネルギーをまたうまく使おうとしてやってますので、非常にですね、この航空機に対するこの移行というのも結構早いかもしれませんね。だからそこら辺も考えて飛行場を設計したりとか太陽光を作ったりっていうところに考えてるんだと思います。だからやっぱりこの航空機がよりちょっと、まあスピードは遅いですけどね、150キロとかぐらいなんでしょうけれども、巡航速度として、だから、まあ、高速で移動する車のちょっと早い版ぐらいだっていう話をしましたけれども、国内線とかだったら十分これは使えるスピードですし、まあ、海外に行くにしてもですね、もうちょっとやっぱり、蓄電池ですとかね、太陽光ですとか、あるいは水素のタンクの容量を大きくするとか、そこら辺になってくると思うんですけど、プロペラ機ではなかなかね、その移動のスピードに耐えられないというところもあって難しいのかもしれないですけども、ちょっとね、面白い発展の仕方をしそうだなということですよね。で、もっと航空機をいっぱい作ってもこういうもので動くんであれば環境に負荷が与えられないので、非常にですね、世界的にも有力な動き方ですよね。あとはやっぱ船の方ですね。船の方だとより大きな燃料ですとか、より大きなモーターっていうのを積むことができますので、この辺の部分っていうのが大きいと思います。あとですね、モーターだけっていうのは、これメンテナンス性がですね、かなり上がるんじゃないかなと思うんです。やっぱりジェット機のターボファンとかですね、ああいうジェットの整備っていうのは非常に細かいし大変なんですけども、モーターであれば結構巨大化してもですね、そんなに難しいものではないですし、単純な構造なんですけどね。ただ電圧が上がると、この機体にいる人たちとか、あるいはいろんな電子機器にどんな影響が与えられるのかなっていうのはちょっと心配ではあります。まあ電車とかでね、結構そういう技術も上がってきてるんだと思うんですけども、やっぱり電磁波がかなり出るんじゃないかなというところはあるんですけれどもね。まあでもかなり、有効的な技術がだんだん出来上がってきてるなっていうところはありますね。はい。ちょっとね、夢のある、ちょっとニュースだなと思います。発展性がちょっと期待できるなというところでもありますので、これは注目していきたいニュースですね。はい。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。